院とは総勢12名、小学生から中学生までの成長期限定アイドル。しかし桜学院とは単なるアイドルではない、なんと学校でもあるのだ。そこで今回日本を代表するこんな偉い先生方を用意、桜学院の特別講師としてスペシャルな授業をしてもらった。それはひとえに彼女たちが目指すアイドルを超えたスーパーレディになるため。そう、マリリン・モンローやココ・シャネル、はたまた瀬戸内寂聴先生を目指すのだ。ということは、桜学院の学びや喜びを一緒に体験するだけで、なんと見ているあなたも一緒に成長できるんです。そう、桜学院は教室エンターテインメントをお届けするまさに最終兵器アイドル。では早速、彼女たちが受ける特別授業の様子をお届けしよう。今回の先生はボイストレーナー安真澄先生。サリューや TM レボリューションなどトップアーティストを指導してきたものすごいキャリアの先生なのだ。音程とか取るの難しいところとか、フリーズムに遅れちゃうので、歌ってる時にうまく感情が入れられなくて。1次元目では出るわ出るわ、歌への弱音と自信のなさ。 CD 買っていただいてる皆さん、なんかすいません。そこで安先生、体をまっすぐな楽器に仕上げるべく、みんなの姿勢を矯正。さらにドはドナツのドはドーナツのドと一緒。目から鱗のドレミの歌の秘密を聞いて、歌のレベルもちょっと成長。ドはドーナツのドレはレモンのレ。さあ、今回はこの続きから、ミから始まる歌の続きも会長みたいです。秘密を知って歌も順調な桜学院。しかし続いてのラ先生、ここで不思議な指導。ラをこんな風に歌えというのです。ラはラッパのティって言ってごらん。さん、はい。ラはラッパのティ。そう、ほら、綺麗ね。おお、確かに不思議に綺麗。そして続いてのシもこんな歌い方に。ティは幸せだって言ってごらん。さん、はい。そう、どう？綺麗。綺麗。どう？超綺麗。超綺麗。なんで？だって正しいんだもん。これが先生の持ってる秘密よ。確かに綺麗に聞こえました。ラバラバのティ。そう。でもなんでこんな風に歌うと綺麗に聞こえるんでしょう？これはね、もともとは英語の歌詞で作られてた。英語の時間やった。やったでしょ。そうすると、どう？ A tear, a feel, me a tear つってんの。発音いい。いい。ありがとう。ティーって何？お茶。お茶。は、drink with jam and bread。ドリンクはジャム付きのパンと一緒に飲むものよって言ってる。へえ。英語や。楽しいじゃん。ね？だから英語楽しいでしょ？そう。英語いやーの杉崎は置いといて、ここでおさらい。今までを踏まえてもう一度歌ってみましょう。はい、はい、どう？なんかいいよいいよ、成長してるよ。顔も真剣。杉崎もなんかいいぞ。なんか間違えたやついたけど大丈夫か。うん、ティーは幸せだ。自信なさそうだけど、もうちょっともうちょっと。そう、いやいや、よかったんじゃないの。教えてもらったポイントも押さえてたはず。さあ、安先生の評価はいかに。さあ歌いましょうってなってない、うん、そう、これが次あなたたちに教える第二の秘密。
まだあると厳しい。どうしても最後の音が下がっちゃうとの評価。そこで先生、もう一つの秘密を明らかにします。その前に桜学院の個性全開な生徒たちをもっと知ってほしい。そこで誰かの噂をしている3人の生徒の休み時間トークをこっそり紹介しちゃうのがこのコーナー、名付けて桜学院の噂話のコーナー。今回は杉崎について水野、三好、堀内が噂してるぞ。ねねはさ、いやねねは常に何か食べてるか食べ物の話してるか、ちょうだいって言ってくるか、勝手に人のものを食べるか、絶対おつまみとか好きそう。あのこのベストにシミがついて、それを先生にめっちゃ怒られてるの。そうだ、もうクリーニング出すのめんどくさいんだからみたいな、うん、そしたらねねは「いやでもだって」みたいな言い訳が多いよね。大体食べ物っすね。そう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 、茶色のシミで大体ライブの時はこの辺に缶バッジつけてシミをごまかしてる。ライブとかでなんかごちゃごちゃなってたりする時に、一番パッて「じゃあ」みたいな感じで切り替えてお客さんをわーって盛り上げるのがうまいのはね、感想とかもいつも。もうなんか幸せみたいな、褒められた。そう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 、でお客さんがわーみたいになるのは、うん、ねねが一番うまいと思う。だね。ねねつまんないから頑張ってとか。そう、あんたもう中1でしょみたいな。ちょっとさ、燃え上げた花は無理なの、無理かもしれない、しっかりしてよ、ね、だってみたいなね。いや甘えん坊的な感じ。そうそう、甘えん坊だから、まあ、ねねはいつまでもお子ちゃまかなみたいな。さっきね、甘えてた。なんでそんな見てんの。でしょ、いや、3秒ルール、3秒ルールですか。そういう問題じゃない。もちろんね、どんだけさ、会話途切れないわけ。さあ、次の噂話は佐藤、杉崎と磯野と中本が噂してるぞ。隠れ食いしん坊だったりするんだよ。おかしくない。いや、気に入らないでは。違う、本当に本当に。ちょ、聞いて、あのね、うん、お菓子をね、ねなんか食べようと思ったの、うん、ね、そしたら、うん、日向がね、ツンツンって言ってね、ちょうだいよって言ってきたの。ほら、仲間だって絶対。いやいやいや、君には勝てないよね。最近さ、でもね、前よりはお姉さんだったよね。あ、まあね、それはやった、うん、前よりはさ、なんかゆいもちゃんと引っ張れるようになったじゃん。あ、そうそうそう、それはわかるよ、うん、前よりは、前はさ、もういつも一緒に流されてたけどさ、そうそうそう、最近はさ、ちゃんと引っ張っていけるようになったよね、うん、あと、あゆみちゃんへのツッコミも上手になったよね。上手になった、上手になったよね。ツッコミの言い方はね、上手上手になった、すごく上手だよね。でもあれかも、ムードメーカーだよね。そうだね、超ムードメーカーだよね、うん、一気に明るくなるよね、でも。そう、でも明るくなる、うん、すっごい多分盛り上げた、うん、団長、あ、盛り上げ団長は多分佐藤さんだろうね、あの、うん、佐藤日向さんすごい、ね、佐藤日向さんすごいよな、うん、学院祭の時に、なんかなんだろう、なんかダンスの振りが揃わん、なんか自主練が多かったじゃん、あの時、うん、だからそれでダンスの振りが揃わなくて、どうしようどうしようみたいになってる時に、もうみんな超暗くなってんのに、なんかあれだったよね、あの人だけおかしかったね。あの人だけおかしかった、なんでみんなそんなに暗いのみたいな感じぐらいだった。勢い的には、勢い的に言ってないけど、うん、勢い的にはそんな感じだったよね。もうそういう目をしてたよね。まあね、でもそれで変わったよね、明るくなったよね。そうだね、うん、しかもさ、面白いことも言うじゃん。あ、言うね、うん、だからそれはすごいと思う。面白いことってさ、頭が良くないとさ、なかなか言えないじゃん。でもすごいと思う、日向は。変わったよね、明るくなってそうだね。声の授業はドレミの歌での実践レッスン。しかし最後の音が下がっちゃうという問題が発生。そこで先生、新たなドレミの秘密を明らかに。じゃあなんでそうなっちゃうのか、なんで幸せだってやったのか。じゃあ50音が言える人。
はい、みんな見ててごらん。三、はい。あいうえお、くきくけこ、さしすせそ、たちつてと、言えてる言えてる。なみねねの、なみむめも。飛んでないか？え？あいうえお、はいはい、戻った。なみむめも。忘れちゃうのか、そこから先。大丈夫か、仲本お前。あ、やいうえよ、ラリルレロ、わいうえお。はい。んだけ決まったな、ずいぶん。ありがとう。じゃあ、はるちゃんやってごらん。あいうえを、かきくけこ、自信持っていけ。すせそ、合ってるよ。たちつてと、間違いない。なにぬねの、はひふへほ、はみむめも。優秀優秀。やいうえ探り探りだな、でも思い出せ、あとちょっと、そう、それ言えないのかおい、はい、見事にあなたたち2人ともハマってくれてありがとう。もう、あなたたちなんであいうえおっていうの、なんで下げるの。あら、確かにそうかも。あいうえお、かきくけこ、さしすせそ。確かに中本最後下げてる。田口はどうだっけ。ハヒフヘホヤイユエヨラリルレロ。あー、下がってる下がってる。っていうか田口はもう体ごと下がっちゃってるからな。だからおの母音こうとかおとか歌いましょうとか母音になると下げようとする。そう、おー、困った。下げる、だからさあ歌いましょうって。やる、上には伸びないか。伸びない。あらやだ、あらやだって先生。みんなに、そして田口にはこんなに染みついてる。どうしても下げちゃう癖、一体どうやったら治るの。じゃあ五十音をまずあの行を同じ音で同じ高さで歌ってごらん。言ってごらん。そう。そう。で、それを棒読みと言ってんだよ。じゃあ、あいうえおに何か意味がある？そう。棒ですよ、あれは。いいわけ。あらやだ。一つ一つの音はまず平らに全部が同じ高さで言えないといけない。じゃあ五十音を同じ高さで言おう。さあみんな、お、最後の音下げないようにね。はい、あいうえお、かきくけこ、さしすせそ。いいよいいよ、平たいよ平たいよ。さしすせそ、なにぬね。ラストの音も下がってない。なんか顔もね、なんか平たくなってるけどね。感情のない五十音、とってもいい、とってもいい。ラリルレロ、ラリルレロ。そしたらみんな声揃ってこない。あら不思議、確かに声はバッチリ揃ってました。そして先生からもっと一つになるためのこんな指導が入ります。あいうえおかきくけこを続けてようか、一息で。堀内イメージできてるか。一息だぞ、ね、みんな声揃えてな。頭の中でできる、それ。あいうえおかきくけこ、わかる。3、はい、あいうえおかきくけこ。いい調子だぞ。なんかお経みたいになっちゃってるけどな。その口なんだ堀内。うん、あらららら、バラバラになっちゃった。はい、気を取り直してもう一回。いいよ、3、はい、あいうえおかきくけこ。いいんじゃない、いいんじゃない。今度はさっきよりだいぶいいぞ。息ぴったりです。はいはい、その調子その調子。ほら、息苦しい？苦しくない。そしたらあなたたち息長いじゃん。あ、すごい。もう一回言えてても言えそうだよね。ほら、そしたら歌を歌う時でも苦しくないはず。はあ、これよりずっと短いでしょ。そうだね、そうなのよ。おっと、知らない間に息も長くなったぞ。ん、歌えないものはない。歌えないものはない。いやいや、桜学院ここへ来て本気の成長を見せてます。先生の指導でますます声が揃ってきたみんな。
さらにここから応用練習です。今頭の中であいうえを書きくあいうえを書きくけこって言ったように、自分の中でタタ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 タって考えながら、そのまんまうーって声で伸ばしてごらん。こうやって折ってあげるよ。おお、いい感じいい感じ、続いてるよ続いてるよ。うん、なんか堀内だけ手の動き違うけどいいかな。うん、みんなうまいぞ、続いてる続いてる。おすごいじゃないですか。やった、すごいね、こんなに長いのよ。さあ、ポテンシャルが引き出されてきた感じの桜学院。しかし、先生から出る次の課題が新たな壁となるのです。うがね、ちょっと高くなったので、さあ、高くなってもさっきとね、そんなに変わらないでしょう。どうですか、うん、佐藤がちょっと倒れてきたか。うん、うん、あれ苦しいの今回は。さっきより辛いね。なんと同じんでも高い音になると途端に辛くなってしまうのです。同じものなのにどうしてさっきより辛いんだろう。それは音が高いっていうことは息のスピードが速いってことなの。ん、息のスピードが速いってどういうこと。分かんなくてお口ポカンの杉崎にも分かるように先生教えてください。あなたたちがあのお祭りの大きい太鼓をドンって鳴らされた時、どこが響く。ドンってね。じゃあね、次こういうの聞いたことあるかな。お鍋の底をですね、フォークでキッ。そうだね。はい、歯にくる。そうだから歯にくるのは歯医者さんの筋でしょ。歯医者さんの筋っていうのはドドドって言う、キーンって言わない。そう、あれは回転が早いのよ。あ、速いもの。じゃあ歯高い。本当だ、すごい。ということはあなたたちが高い音を出すっていうことは息のスピードが速くなるってことなの。だからそれに脳が追いつかないと苦しくなる。追いつくようにすれば。さあ、いやいや佐藤、脳が追いつくようにすればって簡単に言うけど、どうやってやんのよと思っていたら先生からすかさずこんな指令が。うーん、ちょっとごらん。うーね、うーで自分で追いつくようにする。私は早いのよって。いいですか。はい、はい。何でもない顔して、私は早いねって。ひなたちゃんはね、眉間にしわが寄ったの。私ダメかも。それから今見てて分かるように動いちゃう。動くと車運転してる時でもそうだけども、すごいスピードで高速道路を運転してる時はこうやってなったら大変よ。ああ、そう、動かない。それからもう一つ、ダメだと思わない。いい？ちょっとニコッと笑ってごらん。そう、みんなよ、3、そのままいきますよ。3、はい。笑ってる。ほら、さっきよりやりやすい。やりやすいでしょ、うん、そうなの。あらら、あっという間に高音の壁も乗り越えた。いよいよ3次元目もその調子でいこうね。最終回スペシャル、まずは声の授業3次元目。なぜか何度も歌ってる松井と三好に一体何が。そして変なポーズで謎の発声練習。最終回丸引き企画も進行中。1時間の拡大版でお届け。